ジュンガリアとタリム盆地、カナスコイリ川ジュンガリアは、中国新疆ウイグル自治区の北部地域で、北ヨしと呼ばれている。南を天山山脈、北はアルタイ山脈に囲まれた地域で、77万7千平方キロメートルの広さがあり、東にはモンゴル西部があり、西にはカザフスタン東部がある。以前17から18世紀には、オイラト族のジュンガルアセ国があり、 もっと広い地域を指していた。ジュンガリアは、トルコ系言語を話すタリム盆地とは、地理上、歴史上、民族上も異なるが、成長もそれ以降の中国政府もこれらに地域を、一つの地域、新疆地区としてまとめて扱ってきた。新疆の重工業のセンターとして、また、地域の中心都市ウルムチがあり、ジュンガリアの各都市は、国内からの人々を引きつけている。 南強氏と比べて、北強氏は中国の立地域と鉄道、貿易などの面でより強く結びついてきた。ジュンガリアはモンゴル語のジュンガール、またはジュウンガールから来ていて、左の手という意味である。モンゴル帝国が東と西に分かれた時に、西部はジュンガールと呼ばれるようになった。新疆の地理、ジュンガル盆地、トルファン盆地とハミ盆地。 タリム盆地新京北部など、新京東部など鉄道は、蘭新線、その西への延長、北津し線、蘭新線、第二副線、西位、各線などがある。道路は G312 国道、G217 国道、G216 国道、G7&G70 高速道路、3014高速道路、3015高速道路などがある。 広い地域なので、飛行場は、ウルムキ市以外に、ハミ市、トルファン市、カラマイ市、アルタイ市など主要都市にある。乾燥地であるが、小麦、大麦、塩麦、天才を作り、牛、羊、馬の放牧が盛んである。畑は、周りの雪山から溶けた水を利用している。石炭、鉄鉱石、金を産出し、石油、 ガスもジュンガリアの経済へ大きく貢献している。漢族、モンゴル族が多く、ウイグル族は比較的少ない。宗教は仏教、道教でイスラム教は比較的少ない。ありがとうございます。